近山金次は、日本の歴史学者、教育者。学位は、文学博士。慶応義塾大学名誉教授。慶応義塾大学予科教員。慶応義塾大学文学部教授。慶応義塾中等部部長。聖戦女子大学文学部教授などを歴任した。東京府東京市出身の西洋史学者である。慶応義塾大学文学部を卒業すると、同大学の予科の教員を経て、 文学部で教授を務めた。また、慶応義塾中等部の部長も兼務した。その後、聖戦女子大学に転じ、文学部の教授を務めた。また、翻訳者として、ガイウス・ユリウス・カイサルの、ガリア戦記を日本に紹介したことでも知られている。1907年4月12日、東京府東京市にて生まれた。近山の出生地は、 従前は、東京府芝区であったが、1889年5月1日の東京市発足に伴い、その地域に組み入れられたものである。同じく、東京市に所在する慶応義塾大学に進学し、文学部の私学科にて、歴史学を学んだ。1932年、慶応義塾大学を卒業した。なお、後年になって、博士論文、封建国家理念の生成と、 その展開を執筆しており、1950年4月12日に、慶応義塾大学から文学博士の学位を授与されている。大学卒業後は、母校である慶応義塾大学に採用され、余下にて教員として勤務した。1941年12月8日に、太平洋戦争が勃発するも、戦火の中を生き延びる。戦争が終結する1945年。 慶応義塾大学の文学部にて教授に就任した。その間、慶応義塾の養殖を歴任している。例えば、慶応義塾中東部において、1956年4月1日に第2大部長に就任した松本正夫が慶応義塾の常任理事に就くため同年7月22日に急遽退任することになった。この事態を受け、近山が同年7月23日に、 第三大部長に就任した。1960年7月31日まで同職を兼務し、公認の村山光一に引き継いだ。なお、1955年にヨーロッパに留学している。慶応義塾大学を退職すると、1973年に名誉教授の称号が贈られた。聖戦女子大学に転じると文学部の教授に就任した。 1975年11月6日死去した。1678年に刊行されたガリア戦記専門は歴史学であり、西洋史の中でも特に古代ローマ史や中世、精神史といった分野の研究に従事した。古代ガリアの政治制度についての研究に取り組んでおり、1932年に発表した論文、古代ガリアにおける政治制度と、 その統一的機運の変遷についてなどが知られている。また、ガイウス・ユリウス・カエサルとアウルス・ヒルティウスが表した、ガリア戦記を翻訳し、日本に紹介した。ガリア戦記の日本語版として、近山の役所は広く知られており、同様によく知られている、言語学者の国、原吉之助のわけに比べると、古いが、読みやすいとされている。 評論家の小林秀夫も、近山の役所に親しんだ一人であり、初めて近山の役所を読んだ際に、ジュリアス・シーザーに、ガリア戦記というものがあるのは承知していたが、最近、近山金次氏の翻訳が出たので、初めて、この有名な戦記が通読できた。少しばかり読み進むと、もう一切を忘れ、一気化成に読み量を得た。それほど面白かった。近頃、珍しく、 理想的な文学鑑賞をしたと評している。また、近山の博士論文の審査は、歴史学者のオール・イーシン、同じく歴史学者のマサキ・バンリ、及び文学者のクリア川・文夫が担当した。主査や、福祉らは、近山の論文の特色について、一般に、封建の概念は、分裂を意味することが多く、カルメットの意見のごときは、その代表的なものだが、 著者はそれに対して分裂よりも統一に重きを置き、荘園的な分裂の間より立つた国家的統一を求める傾向を封険だとしていると指摘した上で、我が国の学ぶとにと捨てし難とされている西洋中世資料の駆使や文献批判において示した著者の努力は、その独自の見解とともに、中世史研究の上に小からぬしさと貢ぎ検討を与えるものであると表し、 博士号の授業を認めている。柳瀬自動車を創業した柳瀬長太郎の娘と結婚したため、柳瀬社長を務めた柳瀬次郎は議定にあたる。また、エーブル社長やギガプライズ社長を務めた柳瀬安隆は義題追いであるが、後に次郎と安隆が養子縁組したため、義兄弟でもある。なお、柿以外にも、実業家の漆山はじめは、義手の夫にあたり、 実業家の小沢金蔵は、義米の夫にあたり、鹿島建設社長を務めた、鹿島正一は、儀鉄の夫にあたり、柳瀬社長を務めた、稲山隆姫は、儀鉄の夫にあたるなど、著名な経緯演者が多数存在するが、ここでは、近山の親族に該当する、著名人のみを列挙した。ありがとうございます。